神戸のバルセロナの大先輩イニエスタ選手との対戦がありました。またその対戦をしてみて、または彼のプレーを見て、まあ、どのようなことを感じられましたか。まあ、大先輩といっても、まあ、向こうはまあバルセロナのまあトップチームでいて、まあ、自分は軽く育成をかじったぐらいなので、まあ、おこがましいですけど、まあまあ、自分が言うまでもなく誰が見てもうまいんじゃないかなっていうその一言っていうか、あんまり自分がまあ飾っても正直今天と地の差があると思っているので、まあ、その差を自分はまあすごいとか言わずに、まあ、その差を埋めたいと思ってやっているので、まあ、少しでも縮められるように努力したいなと思います。まずは久保、前半11分中央でこのワンタッチパス、そこから右サイドへ展開し松原がクロス、久保が起点となりチャンスを作ります。前半17分、今度は神戸、キーパーからのボールにイニエスタ左足、浮き球をダイレクトボレーで狙うもシュートは枠を外れます。そして後半、久保がこの日一番会場を沸かせます。反転し前を向くと右サイドへ展開、そしてそのまま一気にゴール前へ、クロスボールに久保、うわーすげー、わー、トラップから素早く左足を振り抜き J1 初ゴール。さらに17歳2ヶ月22日でのゴールは J1 史上2番目の速さ。イニエスタの前で久保がメモリアルゴールを決めます。となると今度はイニエスタ、中央から浮き球のパス、これはシュートまでいけず。さらに後半31分、今度はフォワード長澤へ、柔らかなタッチから絶妙なパスを送るもゴールならず。久保が自らのゴールで元バルサ同士イニエスタとの直接対決に勝利です。